はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はね、タウンホール11位をね、クラン対戦リーグから、ちょっとお送りしたいというふうに思うんですけども、テーマは何て言えばいいかな、ゴレホグですかね。ボーホグっていうね、戦術の方がしっくりくるかもしれないんですけども、こんなような、攻め方です。ちょっと見てもらいたいんですけどね。これね、タウンホール11対11位の攻防で、攻める側はね、ドクター J さんで、もうほぼ、というかまあ、ほぼじゃないな、タウンホール11のカンストなんですけども、相手はね、まあ一応防衛はカンストしてるんですが、インフェルノとね、イーグルがないっていう、まあ、戦略的早上げっていうんですかね、まあそういうような、あの村なんですけども、これを、このボーラーとホグライダーを混ぜた、この編成で綺麗に全開取ってきてくれてるんで、ぜひね、見てもらいたいというふうに思ってあげました。で、まずね、見てほしいポイントっていうのは、まあ、大きくね、2つかな、あって、1つはこのサイドカットですよね。サイドカット。これがすごいうまい。なんで今ね、ここ残しちゃったのっていうふうに思った方もいるかもしれないんですが、まあ、残すのまあ当たり前だよねっていう風に思った方は、まあ、少なくともまあ中級者以上というかサイドカットの、ね、基本がよくご存知の方だという風に思うので、まあ、そこはちょっと釈迦に説法になっちゃうかもしれないんですけど、サイドカットっていうのはね、面を全部削ればいいってもんじゃないんですよ。突入させたユニットたちが、入りたい突破口の部分にはあえて、施設を何らか残しておいて、そこにね、ユニットを向かわせながらさらに壁の中にこう突っ込ましていくという格好を作るのがサイドカットの一番いい例です。で今回のね、ドクター J さんのサイドカットは本当にそれが綺麗にできていて、もうこれはもう完璧ですね。で、そこからね、さらにホグライダーがこう回っていくんですが、今、アチャクイたちがね、ボーラーたちがこの辺まで、全部壊し尽くしましたよね。で、壊し尽くしたが、おかげでホグライダーがこう綺麗にね、分かりますかね、今後でもう一回見たいと思いますけども、まあ、6時面ぐらいかなからずっとこうね、11時まで集団になってこう走ってきてますよね。なのでこれだけのホグが残るっていうわけなんですよ。これはヒーリングのね、範囲にきっちりこの集団のホグが入るっていうのも、まあ、1個ありますけども、それに加えてホグライダーがね、集団で1個の防衛施設に襲いかかればすぐに防衛施設壊れますから、受けるダメージのね、そのダメージを受け続ける時間が明らかに短くなるわけですよね。まあ、というところで、ホグがね、いっぱい生き残ることができるということになりますね。この2点、これをね、作ったドクター J さんの、まあ、攻撃が本当にね、まあうまいなと思いましたね。まあ、今回イーグル砲とインフェがなかったですけども、まあ、あったとしてもね、これだけ綺麗にやられてしまったら、まあ、そうそうこの、壁のね、作り方の配置だったら、まあ、守れなかっただろうなというふうに思いますね。まあ、それぐらい本当にうまかった。で、もう一回細かく見ていきましょうかね。まずこちら側、くじ側ですね。ボーラーを、バルーンを出して、黒爆弾を確認してから、しっかりライドラでこう、カットしていくと。密集しているんでね、ここはもうライドラが行きますよね。で、さらにこちら、7時目に関しては同じようにバルーンで黒風船確認してからベビドラでカット。こちらはね、あんまり硬い施設がないんで、まあ、ベビドラでね、こうしっかりカットしていくと。で、真ん中しか少しね、3個施設を残しておいて、他はみんなカットしたという状況を作った上で、次、ババキンが出ますよね。これはなるべくね、ウォールバスターを長生きさせたいんで、まずババキンでターゲットを取っておこうというところですね。で、ウォールバスターを出していって、で、そこから、バスターがどんどん壁を壊していくんですが、まあ、やっぱりね、施設が密集しちゃってるんで、バスターはあっという間に壊れちゃいましたね。おそらくね、ドクター J さんの、理想は、ジャンプをもう一個ね、奥側にかけるっていうことだったんじゃないかなというふうに思いますが、綺麗なね、サイドカットの甲斐もあって、ボーラーとね、ヒーローたちがしっかり中に入って、で、レイジの効果に乗って暴れまくっていますね。で、奥までえぐったところで、ホグライダーの登場です。まあ、見てもらいたいんですけども、ホグライダーがこっちからこうね、攻め上がっていってる間に、もう、ヒーローとね、ボーラー部隊が真ん中の部分を制圧してますよね。で、さらに、こちら、真ん中からさらに奥側の施設もこう狙っているというところで、ホグライダーがね、もうばらける要素がほぼないですね。もうパンくずを追っかけるかのごとく、きっちりと、施設を次から次へね、集団でこう狙っていくルートができてます。当然、真ん中にこう入ったユニット、
見てほしいんですが誰も生きてませんね。あのグランドオーデンがまあ唯一生きてるかなっていう感じかな。なんであのやられちゃってるんですけど、これでいいんですよね、ゴレホグの場合は。まあ、ゴレホグというかが防本かな。あの真ん中に入ったユニットたちの仕事っていうのは、主要な施設だったり、主要っていうのは防衛援軍だったりとか相手のヒーローだったりね、まあ、インフェルノとかイーグルがあった場合にはそれを破壊しながらホグのルートを作るということですので、これねしっかり仕事ができてますから、もう仕事をし終わったらもうやられちゃっても全然問題ありません。さらにね回収用のこうウィザードもここにこうしっかり出してね、あの硬いタウンホールとかを壊してますんで、まあ、時間切れ対策も完璧ですね。まあ、こうなってくると相手はもうさすがに止めようがないですし、もうこんなね、インフェも、イーグルもないような村ではかなりね、圧倒的な全開になってしまうというところで、まあ、繰り返しですけども相手のまあイーグル、インフェがないとはいえ、まあ、この攻めができればね同じようなベースっていうのはほぼ確実にまあ全開が取れただろうなというふうに思いますので、ぜひねこの攻め方を参考にしてもらいたいというのと、もう一つちょっとね今回残念だったんですが、あのヒロシさん同じ村を攻めてます。で結構ねそのヒロシさんもあの最近全開率のね上がってきたうまいプレイヤーなんですけども、ちょっと今回、ミスをしてしまって、そこがね今回のドクター、J さんとは対照的だったんで、ちょっと申し訳ありませんがこう上げさせてもらいたいと思います。これねクイーンをこっちに入れたかったんでしょうね。でサイドカット用にこうユニットを出していってるような形なんですよ。ウィザードを出したりねしているんですけども、これダマになってねとりあえず壁を開けてるっていう状態に等しいですよね。こうなっちゃってるので弾になったユニットたちっていうのは確かにこの、ね、壁の一歩手前を破壊しましたよ、しましたけど、周りにまださらにその横に残っちゃってるんでね、そっちにずれてますね。で今回しっかり中に入れたいんだったらここは残しておくべきですよね。ここは残しておいてこっち側とかねこういうところをしっかりカットして、バスターを使いながら中にユニットを突っ込ませていくべきだったんですけども、それがねちょっとうまくいかずにまとめてガッと、ね、出してしまったがために表層1層目は削れたものの2層目にねしっかりユニットを流し込むにはまだ横側が不十分だったっていうことと、表層を壊したユニットが全部ね次から次へ横に流れちゃったということですね。これでもうサイドカットが失敗になってしまって、ここからねなんとか、リカバリーをこう図っておりますが、まあ、残念ながら最終的にはねタウンホールまで届かず欲しいしということになってしまいました。でね、まあ、この2人の、ね、攻撃、まあ、結果的だけ見ると、まあ、こう対照的なんですけどね、まあ、いかにサイドカットが重要かと、まあ、いうことを、ね、物語っている攻めかと思いますので、ぜひねそこら辺に不安のある方っていうのはこれを参考にしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では本日はこの辺りで失礼したいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね関西クラクラクラブにもお気軽に遊びに来てください。では本日は失礼いたします。バイバイ。